こんにちは、バルクシャイニーです。はい、今日はですね、米に合う料理をね、ちょっとずつ紹介していこうかな。簡単なやつで、はい、今日はね、黄身を醤油につける黄身醤油なんちゃらっていうやつをやりたいと思います流行ってますからね。流行ってるらしいんでね。 あそこでね、あそこで、あそこで、あそこって何？Twitter ですよ。あ、Twitter でね、Twitter で流行ってるらしいんで、はい、流行りにはすぐ飛びつきたくなるシャイニーですので、そうですね、やっていきたいと思います、はい。ただ醤油につけるだけではちょっとまあ納得できないんで、このだしをね、ちょっと醤油につけ使ってね、いいっすね、より美味しくしようというところです。用意するのは醤油と好きなおだしと卵。はい。なんといっても卵。どれですか？北村さん。これを入れていただいてですね、醤油ね。醤油はドバドバ入れちゃうと。ドバドバってます。はい。あ、これリンゴジュース。あ、リンゴジュース。やっぱ甘くないとバルクアップしないんで。普通は多分みりんとか使いますもんね。そこを俺はリンゴジュース。ちょっとでいいですよ。で、あ、いいんですよ。醤油ってなんかいいよね。いいですね。椎茸を2つぐらいかな。ここに黄身入れるんだけど、だしをね、入れてあげるとより美味しくなりますよね。あとこのカツオだし、中さじぐらいかな。ボディービルダーの方とかってね、やっぱり黄身、まああんま言うとあれかもしれないけど、捨てちゃうんだよね。はい、うん、で、ほんと今だから言えるけど、俺も結構捨ててきた。マジっすか？うん、でもね、間違ってんなと思ったね。そもそも卵そんな何個も何個も食わなくていいし、1日3、4個ぐらい黄身全卵食えばいいんだよ。はい、うん、だから白いばっか食う必要ないと思う。そう、ちょっと反省しますね。はい、うん、まあ、そういう追悼の意味も込めてですね優しく作っていきたいと思います。5個ぐらいやっとくか。はい、今もう俺ね、黄身なんてもう分けないもん、基本的には。どういうことですか？まあ普通に全卵を食べるとしたら、まあ料理に白身だけ使うときとかは黄身も再利用して何か違う料理に使うとかするよ、やっぱり。はい、で、今じゃもう卵もそうだけどさ、鶏の皮さえも油に変えて使ってるから。そうですね。なんかもうほんと、今思うともったいないとした。で、はい、これも Twitter 情報。これをね、はい、こっつって。こういうことでしょ。ああ、そういうことっすね。ああ、吸ってる、吸ってる。やろうか。はい。できるかな？ほんとこれ初めてなんだよね。いってください。おー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 、え？いいの？これで。いいんじゃないですか。おーおー、すげえ。すごいっすね。なんかあれみたい。鯉。鯉が餌くれつってる。あれみたい。パクパクしてますね。ああ、そうですか。こうなりますか知らなかった。これね、ほんと料理やってきたけどね、初めて、あ、潰れた。あ、どうします？違うのにします。おー、いいですね。おー、いいですね。こういう風にやってるビルダーいないだろうな。OK。 はい、いいんじゃないの、これで1個ね、ちょっと潰れちゃいましたけど。そうですね。はい。まあ、いいんでしょ。あと、これで、ね、つけとけばいいだけ、みたいな。そうですね。まあ、どうなるかはちょっとわかんないけど。今のところ、ただの浮いてる黄身なんですけど。だしまでつけてるからね。そうですね。どうなる？これ、だから、もう数日間放置。もう放置するだけ。次が自分、ここに来るまで放置しておいてもらっていいですか？食べちゃうかもしれない。食べないかもしれない。じゃあ、そうですね。じゃあ、様子見ながら。はい。じゃあ、これは。後日まで待ちということで見張っておきましょう、はい、お願いします。はい、はい、というわけでね、3日後のシャイニーでございます、はい、卵、まあいい感じです。はい、様子見ていい感じだったので、で、米を炊かないといけませんので、米はね、炊きたいと思います。丼にするんですね。そうです。はい、で、最近自分がまあ炊くとき大体2合ぐらい炊くんだけど、ただ2合米で炊くというよりは、ちょっと裏技を使って美味しさをアップしてます。こういうやつを使うとね、はい、ちょっとやっぱうまくなるんだよね。昆布、そう、調子いい時は2つ入れちゃう。調子いいんですか？調子いいね調子いい時はもう何の調子ですか？2つ入れて、いや、もう今日はあれだよ、スパイダーカールだよね。スパイダーカールの調子はめちゃめちゃいい調子良くても研ぎはしないですか？研がないね
で、はい、ちょっと塩、余裕ある人は塩振ってくれ。余裕余裕は余裕ある人ちょっと塩入れて、はい、これ炊くだけで、いつもとちょっとやっぱ違うというか、ワンランク上のご飯になるというかね、はい、これに、先ほどつけたですね、黄身を乗せて食べるというところですね。かなりシンプルですね。かなりし、まあまあ今日はシンプルなのがね、今日テーマでありますからね。わかりました、はい、ちなみにスパイダーカラーはミッドレンジ勝負ですからね。スパイダーカラーミッドレンジ、よろしくお願いします。わかりました。ご飯が炊けた、こんな感じでございますよ。おー、ね、ちょっと色ついてますね、うん、なんか米がいいね、立ってて、うん、こういう風にね、昆布入れるといいんですよ。で、卵これですよね、羽やかしをしてしまうとですね、はい、こんな感じになっております。おー、いいっすね、うん、椎茸戻ってる、椎茸は完全戻りきって、もう醤油吸っても相当しょっぱいですね、こいつは。これでご飯にのせるだけだから。で、ちょっとじゃあ盛り付けてみます。はい、慎重にいきたいと思います。あ、すげえ昆布の匂いする。しますか。うん、これ白米って実はね、めったに食わないんだよね。そうですよね、あずみさんね。まあ、これも白米かって言われたらどうか分かんないけど。白切れは白米だろ。スプーン、塩は結構硬いわ。硬いですか。うん、もう崩れるってことはないね、これは。はい、きたらしなんか見て。あ、いいですね、これ贅沢ですね。贅沢すぎる、時間っていう贅沢だからね、これは。そうですね、3日だから、いくら簡単でもさ、3日待たなきゃいけないっていう、待つというところですからね。はい、おお、すごい、いいんじゃないかな。あ、いいですね。めちゃくちゃシンプルだけど時間かかってますからね。そう、シンプルだけど時間がかかると。同じこと言ってる。ごめんな、うまいこと言いな。食べてみますか。はい、ね、はい、はい、ありがとうございます。綺麗な色してるね。すごいですね、なんか、はい、ギューッとこう旨味が凝縮され、うん、されたような感じします。そんな感じしますね。言ってみたら TKG みたいな感じですよね、究極の。そうだね、上野シェフがどう判断するかわかんない、はい、上野シェフ。それは違うよって言われちゃいました。どうする、白身なしだからね。白身なしですね。これはでもお酒飲む人とかめっちゃいいんじゃないですか。あ、いいかもしれないね。はい、いただきます。いただきます。うおー、硬っ。すごい、え、すんげえ透明なんだけど。茹でてないのにゆで卵みたいだな。うん、わかる。うまっ、うまこれ、やばいじゃん。めちゃくちゃうまいっすね。ラーメンに入ってもいいね。うん、うん、うまこれ、うまいっすね。まあ、味が入りやすいんだね、君って。うん、あ、もう出汁よかったな。はい、そうですね。鼻から抜けるこの出汁の香りがまた、うん、焼き芋、はい、焼き芋みたいな感じ。あの食感だけは。そうっすか。うん、すごいな、うん、なんかあれで魚卵みたいじゃない。滑らかですね。うん、カラスミとかは近いのかな。あ、カラスミとかね。でも柔らかいな、水分率が多い。うん、うまこれ、超うめえな。うん、ご飯もいいけどパスタでもいいな。あ、いいですね、うん、まあ、日本人絶対好きですね、これは。うん、あ、うまい、うまい、これ。うん、前から知ってたけど、なんかやろうとは思わなかったんだよね。うん、自分前やったことあるんですよ。うん、ただ出汁あった方がうまいと思います。そうだよね、うん、これただの醤油でもいいけど、うん、ほんと椎茸とリンゴジュース入ってんだ。あ、そうだね、うん、甘さあんまないね、もう、うん、これはこれ余ったやつでなんか肉じゃがとか作ればいいしね、炊飯器で。それいいですね、うん、これ椎茸はえらいことになってますよね、多分。まあもう、まあしょっぱいからね、刻んで入れてもいいと思うけど、刻んでご飯にまぶしたらうまいかもしれないですね、うん、あ、これ入れたらいいじゃないですかね。そうだね、あの昆布もね、これいつも俺あのバイタミックスでペーストにしちゃうんでね、はい、ペーストにしてなんかあの沼に入れたりとかするとまたうまいんだわ。へえ、これ美味しいわ。手軽にできるし簡単だし、うん、なんか楽しいし、ペットボトルでポンってやって失敗したけど。あ、そうそう、それだけちょっと気をつけてみたらね。まあ卵のまあ状態にもよると思いますけどね。はい、向こう玉さんでやりたい。あ、向こう玉でやったらすごいね、うん、それだけやめてくださいって言われる可能性もあるけど。そんなことないですよ、食材無駄にしなければね。白身だよね、だから。うん、白身のね、あれも出してると思うんで。あ、白身プリンにしましたからね、うん、はい、簡単なんだよ、うん、あとは、まあ、白身だったらね、いくらでも使えるし、うん、
特に筋トレやられてる方とか多いと思うんで、むしろ白身しか食わないでしょっていう。そうなんですよ、君これつけておいてね。そう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 、うん、卵10個とか俺も反対、3個でいい、君ごと。はい、うん、で俺はもうだって君の方が栄養素いっぱい入ってるのもどう考えたって、うん、卵白を何十個食うっていう漫画の世界だからね、言ってしまえば、うん、はい、だって無駄にしちゃうわけじゃん君を。そうですね、うん、それは良くないですね。君捨てるようぐらいだったらここにつけてさ、近所に配ればいいと思うよ、ね、そうですね、うん、それが飢えたカラスにあげるかね。それ北村さんですよね、うん、どっちかで、まあ、無駄にはしてほしくない。散々やってきた俺が言うのもなんだけどね。あ、まあ、昔そういうこともそういうこともあったと、うんうん、反省しておりますよ、はい、今は鶏皮さえも捨てませんから。そうですね、こんな美味しくなるんだって話ですからね。そう、意外とね、だからそういうところの気づきがまた食事に影響を及ぼすわけよ、はい、今後の何が必要で何が必要じゃないかみたいな、まあ、正解はないんだけど、ゴミが出ないのが一番正解なんだ。やっぱり俺はほら食育促進なんちゃら大使に任命されてる。いや、合間じゃないですか。まあ、やってみてほしいです。パスタにも使えそうだし。パスタにも使えそうだな。トーストに塗ったらどう。ああ、いいじゃないですか、ね、卵なんて世界中で食べられてますから、うん、何でも合いますよ。何でも合うよね。やっぱ醤油漬けってほんといいですね。これはもう日本人向きですよ。めちゃくちゃ美味しい。というわけで、はい、3日間漬ければね、誰でもできますから、はい、やってみてねー。